はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の、まあ、音楽やアーティストを中心に僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方見ていただければ幸いです。ということで今回もやっていこうと思いますけども、今回はですね、浜田省吾さんの歴代アルバムを紐解く浜田省吾の、アルバム史第4弾やっていこうと思いますけどもね。4弾まで来ましたね。この間まであのプロミストランド、約束の地までやってきましたけどもね、まあね、あの名盤2つということでやってまいりました。そしてね、ちょっと1回ね、その浜田省吾さんの道草という曲について解説する動画なんか、挟みまして、そしてですね、今回はついに第4弾ということでね、やってまいりたいと思いますけども、でこの間ね、名作2作ということで、まあちょっとね、その、紹介したんですけども、今回もね、名盤なんですよ。かなりの名盤でですね、この今回、あと今回2作紹介するんですけども、その後ですね、かなりのド級のね、名盤もまたやってくるんでね、ちょっとこの辺ですね、80年代っていうのはかなり名盤が多くて、ちょっとね、なんかアルバム2個とか1個とか少なくなっちゃうんですけども、まあ皆さんもじっくり聞いていただければなと思います。そしてね、まあ僕も本当にこの歌詞の解釈とかも人それぞれなんでね、僕なりの見解ということで喋っていこうと思いますね。ということで、アルバムの特徴とかアルバムの概要と、あと僕の好きなね、曲土地っていうものをですね、何曲かピックアップして、まあお話しするといった動画になっておりますので、ぜひ皆さんご最後までお付き合い願えればなと思います。ということで、一つ目のアルバムでございますけども、こちらでございますね。このね、ありますけども、ダウンバイザメインストリートでございますけどもね、まあダウンバイザメインストリート、めちゃくちゃ名曲でございます。この間もね、ダンスミラーの新しいバージョンが出ましてね、こちらね、こちらについて僕解説した、まあ動画がありますんで、そちらの方もぜひチェックしていただければなと思うんですけども、まあこれ、ね、似たようなね、感じですよね。このアートワークというかね、ね、ちょっとなんかビールとか華やかになったりとかしてますけども、まあということでね、このようにですね、浜田省吾さんも自身もね、かなり気に入ってるアルバムということでね、すごいこれね、名作なんですよね。ド級の名作でございますけどもね、これはですね、1984年に、出されました浜田省吾さんの、アルバムでございますけどもね、これはですね、浜田省吾さんがホリプロから離れて、今もね、所属しておりますけども、ロード&スカイというね、事務所を設立してから初めてのオリジナルアルバムということでですね、まあ、最初はですね、メインストリートというね、タイトルだったらしいんですけども、まあ、そこからダウンバイザメインストリートになったということでございまして、これオリコンチャート2位を記録している当時ということで、浜田省吾さん史上最高の売り上げということで、めちゃくちゃ売れた曲たちアルバムでございます。これは何がすごいかというと、こうアルバムをね、一貫してやっぱりこの青春ドラマを見ているような、感じなんですよね。こう青春映画というか、まあ、そういうところがすごくこう一つのアルバムとしてこう物語としてね、ありましてね、やんちゃな不良たちっていうもののこう青春とか、まあそういったところとかですね、やんちゃなんだけどちょっとやんちゃななりにこう悲しいところがあったりとか、孤独を抱えている一人の少年というものがですね、まあこの街を出ていくとか、まあそういったところがすごいドラマチックに描かれてるっていうのがこのアルバムの特徴なんですよね。一応なんか地方都市に暮らす少年がね、主人公ということになっておりますけどもね、10代の少年がですね、なんかこう東京に憧れてこのね、小さなコミュニティの中から出てくんだというような、まあそういった願いであったりとか、こう東京への憧れみたいな、都会への憧れ、この地元の中ではなんか俺はもう生きていけないんだ、俺は旅立つんだというような、まあそういった意思表示、そんなものがすごくこう、聞いててね、なんか感じれるような、アルバムになっておりますけどもね。で本当にこれね、名曲が多いんですよね。本当に名曲が多いわけでございますけどもね、ちょっと僕の好きな曲ね、シングル含めアルバム曲、行ってみたいと思いますけども、まず1曲目欠かせないのがマネーですよね。はい、このマネーはですね、本当にもう浜田省吾さんの代表曲でございますけどもね、まあ、金をテーマにしてるということでね、金をテーマにした曲なんてね、なかなか今に至るまでもなかなかないわけですよね。そういう意味でやっぱりこのお金というところに、ね、注目をしたこの浜田省吾さんの作
才能っていうのがまたこれすごいなって思うんですけども、この曲はねもう僕はねずっとちっちゃい頃から聞いててね、なんか将来ね漠然とね金稼いで俺はビッグになりたいんだってね、ベッドでドンペリニオンしたいんだみたいなね、なんかそういうことをねなんかね僕なりに思ってたっていう記憶がありまして、まあそれこそねなんかあの僕なんか中学高校とかね、ちょっとでもこう友達にバカにされたりとかよくあるじゃないですか、ね、からかわれたりとか、する時にね、なんか悔しいなって思いをこのマネーという曲に託してね、なんか俺は将来お前ら見返してやるんだっていうこのなんかを何とも言えないこのね憤りと、そしてこの将来の野心というものをですね、なんかこうこの歌と共にねなんか感じてたっていう記憶があるんですけどもね、まあこれもね悔しさとかまあ妬ましさそういったものから生まれた金への欲望みたいな感じなんですけどもね、ただねなんかこう金が全てって言ってるだけの曲じゃなくてね、どっかしらなんかこう僕はですね聞いてるとね金が全てなんだけど、その中で愛というものとかっていうもののなんかこう影に潜んだ大切さっていうか、その金っていうものをこう前面に出しながらその裏に愛とかですねこう夢とかそういったお金じゃ買えない何かっていうものが本当は大切なんだよという裏のメッセージが、なんか直接的な言葉表現ではないにしろ僕はどっかしらこう浜田省吾さんの歌い方を聞いてると感じたりとか、まあそういったところを深く読み解けるようなね、なんかそんななんか楽曲にもなってんのかなと思います。なんかこれ元々はですねなんかポップロック風のね、例えばなんかジャーニーとかの洋楽で言うとなんかこうポップロック風のアレンジだったらしいんですけども、こんな、かっこいいロックナンバーに仕上がったということでですね、そしてまあドンペリってねこの当時、何っていう感じだったらしいんですよ。まあドンペリって今までこう高いお酒みたいなね、キャバクラでドンペリ開けてくださいみたいななんかすごいお酒っていう感じあるじゃないですか。でもなんかこの当時ドンペリってあんま分かんなかったんですけど、この歌の影響でドンペリって高い酒っていうことがねすごくこう世の中的に浸透したっていうことをね、ありますけどもね。はい、続いてダディーズタウンでございますけどもね、これもめちゃくちゃいいですよね。浪人時代をね過ごした浜田省吾さんのね広島が舞台になってるということでございましたけどもね、これもすごいねかっこいいことね、なんかいきなりですねラジエーター洗いオイルを変えてタバコと毛布とギターをバックシート積んでってやってみてって感じですよね。なんか僕はねあのねなんかこうタバコとギターと毛布っていうのはもうこれ浜田省吾さんの三種の神器じゃねえかと思ってるんですけどね、っていうぐらい本当にこのねなんかタバコと毛布とギターというもののこのね憧れっていうものがすごいありますよね。なんかちっちゃい頃ながらにねまあタバコとかギターとか、ねなんかそういうちょっとなんかこう大人のこうなんか、備品っていうんですかね、大人のこうなんかアイテムみたいなそういったものに憧れを持つ、感じで僕は聞いてたんですけど、これはですねなんかどちらかというとこう地方をねあの地元を飛び出してこんな小さなコミュニティの中から旅立っていきたいんだっていうこのちょっとした不良のね、なんかやんちゃしていろんな喧嘩もしてたけどもね、これでもう最後のお前らと喧嘩するのは最後だ、俺は旅立っていくんだっていうような、まあ、そういった意思表示であったりとか、まあ、ちょっと不良のティーンネイジャーな青春の、物語を描いたような楽曲になってるのかなと思いますけどもね、なんか不良のやっぱ青春の歌なんだけどちょっと寂しさがあったりとかしていますけどもね、なんかさよならだよっていうところが、すごく悲しく、これから多分この歌の主人公は、この小さな町を出て、都会に行ってそこでまたもみくちゃにされてこの故郷をね思い出すんだろうな、今はこんなに、もう憎たらしくて早く飛び立っていきたいこんなちっちゃい町って思っていても、将来のねこれ浜田省吾さん自身のことだと思うんですけども、東京とかでなかなかねこう苦悩とか苦戦とかしてる中でですね、まあいずれこのふるさとというものが偉大な存在になっていくんだろうなって思うんですよ。年齢を重ねていくごとにそのねまず第一段階のこの町が憎いというこのフェーズだというふうに思っていてね、そんななんかこうね、なんか浜田省吾さんという一人の人間の物語の中をこうねなんか僕は行ったり来たりしてるような楽曲なのかなって思いますけどもね。はい、続いてアサーザンナイトでございますけどもね、これはですねまあ華やかなディスコやダンスホールとかまあ踊り場とかクラブとかですかね、まあそういった世界観が満載なんですよね。まあねもう本当に僕ね浜田省吾さんすごいなって思うのがですね、まあこういったねこの曲のようにこう具体的な映画のねワンシーンをこう切り取ったような情景を映し出すっていう天才だとやっぱ思うんですよね。なんかやっぱ映画見てる感じですよね。なんかこうその場にいるような感じというか、いやバックステージにはシャンパンにワイン、ホール割れるようなカーテンコールとかですかね、ビアガーデン、ディスコ、ダンスパーティーとかね、こういったねなんかこういろんなねこうなんかねこうクラブで踊ってるっていうところがこう連想されるような単語たちっていうのを出してきてくれるっていうのがこれねもう僕はすごいなんかやっぱこう情景描写っていうところが本当にすごいなって思うんですけどもね。メロディーとかねアレンジっていうのもやっぱね癖になっちゃうんですよね。これもでどっかやっぱ60年代とかのオールディーズみたいなね、なんかそうい
ういうところがすごくこう敏感に僕は感じ取れるような楽曲になっていてすごい好きなんですけどもね、もう一番僕ね好きかもしれない、このアルバムで一番選べって言われてなかなか難しいんですけど、僕結構このサーザンナイズ大好きなんですよね。はい、続いてペインでございますけどもね、名バラードでございますけどもね、これも本当にもう僕は浜田翔子さんの楽曲の中でも本当にもうね、もう名バラードだと本当に思っておりますけども、これこそみなこの歌詞で言う痛手とか、まあ皆さんもいろいろ生きていればですね、この痛みであったり悲しみ苦しみいろいろこう味わうこと多いと思うんですよ。で浜田翔吾さんもそれは一緒だと思いますし、人間生きてりゃ痛みを抱えて生きるってことはあると思うんですよ。ただですね、皆さんもそういった痛みとか、苦しみとか悲しみ、実際にこう傷つけられたこととかあると思うんですけども、そういったことっていうのはこう日々の忙しい日常の中でその傷を癒したり、向き合って真摯に向き合って、慰めて抱きしめるっていうことがなかなかないのかなと。でなんだろう、こう日常がねやっぱりこう痛みがあってもやっぱ日常っていうのは容赦なく降りかかってくるじゃないですか、また明日が来て忙しい仕事があったりとか忙しい何かに追われる日々があって、でそんな日々の中で痛みとか悲しみっていうのを、なんかねこう気づいてはいるんだけど、こう真摯に向き合って抱きしめてあげることがなかなかできないと、まあ、そういったことってあると思うんですよね。だからこそ寄り添うことができないというか、で後に残してしまうっていうね、この歌詞で言うとね、そういったところが やっぱあると思うんですよね。で人はねやっぱりこう無になってしまうんですよ。こういった意味でこう忙しい日々に追われながら痛みとかっていうものを感じれなくなってしまって、なんかこう何も聞こえないとかね、なんかこう痛みは傷ついてることは自覚してるんだけど、ただやっぱ日々の忙しさでなんか分かんなくなっちゃうっていうところがあって、だからこそ僕はこの曲を聞くとですね、なんかこう忙しさのあまりこうね、僕も向き合ってこなかった自分の傷とか悲しみとかっていうものをですね、浜田翔吾さんがこう代わりにこう気づかせてくれてね、お前もなんかちょっとなんかあの痛みとか抱えてるんじゃないのって気づかせてくれて、代わりにこう痛みと向き合って抱きしめてくれるっていうようなね、まあ、そういった楽曲かな、ちょっと深く捉えすぎてちょっと申し訳ないんですけども、なんかそういった僕は楽曲のように、なってですね、僕は本当にこれ助けられたなって本当に思うぐらい、大好きな曲なんですけどもね。続いて、メインストリートでございます。これもね恍惚感が芽生える曲でございます。これ僕はドライブにはもううってつけだと思ってます。僕は毎回これドライブ行くときかけまくってるというね、もう必ずと言っていいほどかける、曲でございますけどもね、走ることの他にこの街何ができる、踊ることの他に今夜何ができるっていうね、もう何も言わないよ、言えばこの街のことやみんなのことをきっと恋しく思うから、まあこれもダディズタウンのように、もうさよならだよっていう、グッバイだよっていうような、そういったねなんかこうお別れだ、この街とはお別れだみたいなところがあって、ただダディズタウンはもう勢いよく飛び出していく少年が主人公だったんですけども、ただですねこのねメインストリートっていうのは最後の曲に出てくるメインストリートはですね、なんかちょっとこう あのこの街へのこう感謝の気持ちとかそういったものもこう芽生えながら、そして将来自分が立ち向かっていく、大都会というところをこう、ね、なんか希望というかそういったものにこうみなぎるような、まあ、そういった、旅立ちの歌だから最後にぴったりの楽曲なんじゃないかなと思います。そしてですね続いてもう一個アルバム今回紹介したいと思うんですけども、クラブスノーバウンドっていうの、これは1985年に出されました浜田翔吾さんのミニアルバムでございますけどもね、冬歌、ウィンターソング、まあ、そういったところで構成された企画アルバム的なことでございますけどもね、まあ、これはですね、まあ、浜田翔吾さんがねやっぱりこうオールディーズなんか好きですから、昔聞いてたのね、それこそ、ね、まあ、初恋なんかにも描かれておりますけどね、ビーチボーイズとかね、まあ、ビートルズもそうですけどもね、まあ、そういったオールディーズなんかを再現してるんですよね、まあ、カバーとかじゃなくて再現してるという感じでございましてですね、なんかフィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドというものをこう意識して作ったなんか言われてますけどもね、なんかやっぱ僕もオールディーズすごい好きなんで、なんかサウンド面はやっぱりこう忠実に再現してるななんて僕思うんですよね。僕の好きな楽曲でございますけどもね、ミッドナイトフライト一人ぼっちのクリスマスイブでございます。これも名クリスマス曲でございますけどもね、まあサンシャインクリスマスソングと僕はこのミッドナイトフライト大好きなんですけどもね、これは本当に名クリスマスソングでございますけども、これもねなんか本当にね映画かよって思うぐらいね物語性がすごいんですよね、なんかね妹と暮らすつもりしばらくニューヨークで一人きり東京でもう生きていけないっていうね、なんかこういうところっていうか、なんかこういう歌詞挟んでくるっていうのがなんだろうね、やっぱりこう脚本家的な力っていうんですかね、すごいなって思うんですよね。あの子乗せた翼夜空へ消えていくっていうね、飛行機があの子がどっか旅立っていってもう会えないみたいなね、くなってこう引き止めれば今頃二人で高速を都心へと走っていたはずとかね、なんかこれもちょっとねやっぱこの大人のなんか感じっていうかね、大人のこう恋愛模様っていうのがすごいなんか映画っていうかね、なんかトレンディードラマみたいな、なんかそういうところがすごく僕は見えてね、すごいかっこいい曲だなって思うんですよね。続いてですね、スノーオンザルーフでございますけども、 Just Like You and Me でございますけど、これはですね長司寛治さんがねリードボーカルということで、浜田翔吾さんがこうバッキングボーカルっていうことで
でね、You and me and Christmas night、 あのね、俺もすごいね、なんか本当にオールディーズを再現してるっていう感じでございますけどもね、本当に60年代の音楽を彷彿させているようなね、感じでございますけど、これ長司さんのボーカルもまたいいんですよね。で、浜田翔子さんもやっぱコーラスでもやっぱすごい、なんかすごいんですよ、やっぱりね。浜田翔子さんのコーラスってなんかね、本当になんか60年代とかを再現してて、もう本当にもう大好きな楽曲でございます。ということで、今回ですね、前に2アルバムですね、ダウンバイザメインストリートとですね、サブスノーバウンドを紹介しましたけどもね、ぜひ皆さんも聞いてみてください。続いてね、次回はですね、あの名盤でございますけども、 J-BOY やってみたいと思いますけどもね、ぜひ皆さん続きは、またいつか出しますんで、ぜひ聞いていただければなと思います。ということで、今回以上です。ありがとうございました。